はい、こんばんは、圭介です。今日は5月の23日、名古屋、コロナの自粛解除されたのかな。今日は人多かったですね。まあそんな名古屋からなんですが、今日は質問コーナー、なぜプロは高い楽器を使うのですか。このような質問が入ってきました。非常に興味深い質問だと思ったんで答えようと思います。まず簡単に言うと、やっぱり高い楽器、品質が良い、音が良い、当たり前ですよね。まあ当たり前。ただ最近ね、安価でやっぱりいいものって当然出てきてまして、ネットでもよく見ます。安くていいっていうものね。まあ今日このあたり切り込んでいこうと思います。まず1つ目、じゃあ安いって何なのかというと、ネット僕ちょっと今日探したらね、3万円以下のものもあるし、5万円ぐらいでも結構あるんで、例えば5万円のベースの場合考えてください。さて5万円で買った方はいいんですけど、店はじゃあ利益っていくらあるんでしょうね。僕店員じゃないから知らないですよ。これ例えば店は5万円のベースを売った場合、1万5000円、そんなにないかもしれないな。5万円のベースだったら1万円しか利益ないかもしれない、わかんないけど、まあ1万5000円とするじゃん。で当然メーカー儲からなきゃいけないから、メーカーの利益はまあ1万5000円としますよ、簡単に。ということはね、5万円のベースを売って3万円まあ利益で抜くと、2万円しか原価かかってないってことじゃないですか。いや2万円ですよ、考えて。皆さん5万円のベースで安いと思うけど、そのものは原価がいくらなんですかということなんですね。例えば書いてますように、原価はね、2万円って材料代だけじゃないじゃないですか。人件費が含んでますよ。最近はね、インドネシアが結構多いのかな。昔は中国とか韓国製多かったんですけど、最近インドネシア製も多いそうです。じゃあもちろんその国の人件費安いと思うんですけど、いくら人件費安いと言っても人件費もかかってるし、シッピングがかかってますよね。日本までの送料もかかってます。そんなことガガガガって引いていくと、本体の材料代いくらやねんと言うと思いません？俺めちゃくちゃいつも思ってますよ。ってこれ楽器のこの何ペグ、まあ、糸巻きね、糸巻きの部分とかブリッジとか鉄の部分ってあるじゃないですか、合金の部分が。いくらなの？ピックアップとか何百円ですかってことじゃないですか。まあ、そこを僕ちょっとすごい最近気になってます。で考えると、もうまずざっくりいきますよ。これ5万円はおろかね、2万円とか3万円で売ってるベースがね、良いはずがないと思いません？世の中の全ての物価を見てください。その中であんな複雑なものというか、手でやっぱり加工する部分が多かったり、肌に触れる部分が多いといういわゆる道具として考えた場合に、ちょっとこれはいいとは思えない。ものすごくいいんだとすると、どうやって原材料を調達してるかとか、人件費がどこまで安いかってことだと思うんですけど、まず1個は安いということは決して10万円で、例えば10万はまだいいと思うよ。でも10万円で買ったベースが10万円じゃないですからね。その中には利益とか、問屋さん通ってれば問屋さんのお金も入るし、宣伝費も入ってるし、いろんなことが入った上での、まあ、5万円だとした場合ね、考えてほしいです。なのでプロはおそらくその辺はプロが使うにはちょっと値しないかなとは思います。でもちろんね、使えるものもあるんです。僕実は最近よく巷で出回ってる安価ベース、3万円とか5万円でめちゃくちゃいいよっていうトッププロが宣伝しててあるじゃないですか、7万円ぐらいとか。その多分同じ工場で作ってた別ブランドのものをモニター、ちょっとモニターになりかけたんだよね。僕モニターになってくれってお願いされたんだけど、それ使ってた時期あります。ただね、いいのはいいんですけど、やっぱり正直100円ショップで買った類似品みたいなイメージなんですよね。使えなくはない、もちろん。ただやっぱりさすがにプロ仕様ではなかったです。まあ、どういうところが違うかというと、単純に言うとね、ピックアップとかはね、まあ、交換すりゃいいかと思ったんですけど、肝心なのはね、ネックとかボディって変えたら元も子もないじゃないですか。でネックがやっぱり弱いですね。ネックが使い物にならないぐらい弱いです。でボディも塗装もなんですけど、笑ったのがね、塗装ってね、爪で押したら塗装がニュって引っ込んだの。いや、どんだけやばい木やねんっていうぐらい。だから中の木がおそらくあまり乾燥させていない、まあ
良くない木なんでしょうね。それにガッチガチに塗装で塗り固めてるから指で押すと中の木がふにゅってへこんじゃった。なのでやっぱり当然ですよ。それはそんないい乾燥機を、乾燥機最近いい会社使ってますよ。乾燥をさせたりとか、もちろん天然で乾燥しているものが高いに決まってるんですけど、安価な商品作るために、まあ、すごいレベルの技術で乾燥しているようなものもあるんですけどね、多分そんなもせずにもう伐採してきた木をねすぐに使ってるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしてもネックとかボディ弱いなっていうのが正直な気持ちだったですね。まあ、僕らはプロっていうことで言うと、品質が良いベースはねもう最低ラインが10万だと思います。で、まあ、30万出せばもちろん OK よ。20万以上、30万超えるともう工芸品っていう感じかな。もう50万、僕のベース100万以上してるんだけど、それはねもう工芸品のレベルで、音とは関係ないところにお金かかってます。要は手でピックアップを巻いたとか、もちろん音に関係あるんだけど、それほど普通の方にはわからないレベルのなんでこだわりとか、ちょっとした芝に埋め込んである貝が多分いいとかさ、まあいろんなことあるんですよ。まあ飾りですよ、要は。まあでもね、僕はそれぐらいで、プロは使ってる方多いと思いますよ。20万から30万のでもガンガン使ってる方多いと思います。まあちょっと品質のことに行くんですけど、僕が思う品質の良さって何かってことなんですね。うん、でちょっとこう説明していきますよ。まず1、ネックが反らない。先ほど話したように安価なベースはまあまあなんですよ、弾いてる時には。でもとにかくネック反るんだよね。で僕ちょっとうちのベースでも ESP のベースがあるんですけど、プレックって言ってコンピューター制御の指板のなんてフレット調整もかけて、僕ねしょっちゅう出してますけどネックが直らないです。ちょっと弾かないとすぐにネック反る。でネック外して締めて、また何日かするとネック反るっていう形で、このベース自体ね、おそらく20年ぐらいもう年月経ってるにもかかわらずまだネック動いてます。逆に僕の100万円以上するベラベンテっていう有名メーカーのやつは全然ネック反らないです。本当よ、全然反らないよ。ロッドでネック調節したことなんてもうこの十何年で何回かなっていうぐらい。それも微調整ですよ、微調整。全然ネック反らないです。あとムーンのプレベも持ってますけど全然反らないです。フェンダーの70年代のプレベもありますけど全然反らないです。でもフェンダージャパンも弱いかな。フェンダージャパンの7、8万クラスのジャズベ今弾いてますけどね、弱い。要はね、安いものって一番肝心要のネック弱いんですよ。でネック弱いのは耐えられないです、正直言って。1回だけ動画で使うとかは全然いいし、僕も動画では安いベース弾いてますよ、わざと。それはなぜかというと高いベースじゃないとって言われたくないので、わざともうエントリーモデルのジャズベース弾いてますけど、正直ライブは使う気しないです。怖いですね、ネック反るんで。で次、ノイズが少ないっていうことですね。で僕の中でノイズがやっぱりね、処理っていうのはハンダがうまかったりとか、線なんていうの、中のケーブル類がやっぱりいいものだったりとか、ポットっていうボリューム部分が良かったり、ジャックが良かったり、そういうものを全部安価にしていくと、その積み重ねでノイズが多くなります。で決してね、ノイズがに関してプロ用のボリュームを使ったりいろんなことしてもノイズが多いこともあるんです。ヴィンテージ楽器はそうですね。100万円するヴィンテージジャズベの別にノイズはします、めちゃくちゃ。僕はたくさんヴィンテージ持ってたこともあるんで、やっぱりね、さすがにヴィンテージにノイズの少なさを求めたら弾けないです。で個人的にはフェンダーのカスタムショップで、僕つい最近売っちゃったけどね、フェンダーのカスタムショップのそこそこですよ、定価だと3、40万するやつ持ってました。でフェンダーの USA のピックアップついてましたけどダメでした。速攻 EMG に乗せ替えました。これはまあ好みです、好み。なんで別にノイズがちょっとぐらいあっても音がいい方を取ってる方も世の中には多くいらっしゃるんですけど、僕の中での、まあ、良い楽器というのはノイズが少ないということです。あと簡単に言うと弾いていて楽しい、疲れないなんですよね、うん、でいい楽器って本当にこれなんですよ。疲れないんです、弾いてて。で楽しいの、単純に。で安い楽器は弾けなくはないんだけど、やっぱり楽しくないっていう感じ、なんか弾くのを頑張らなきゃいけないっていう感じですね。とやっぱり疲れます。弾くの頑張るということはイコールで疲れちゃうので、
やっぱりプロの仕事で使うには厳しいとは言えます。想像通りの音がする、まあ、これ当然楽しいとかっていうことにつながるんですけど、あのいい楽器ってタッチとかに対して素直なんですよね。こういう風に弾きたいと思うとそういう音が出るんです。で安い楽器はまあ、その想像通りがなかなか想像通りにいかないっていう感じかな、まあ、それはちょっと言葉で説明し、今日言葉で説明しにくいことばっかし言ってるんで、想像力でちょっと聞いてほしいんですけどね。そう思います。でじゃあ、まあ、その品質とかっていうところから今度は音が良いっていうこと、まあ、何かってことなんですよ。品質のことね、今弾きやすい楽しいとかって。でじゃあ音が良いって安いベースは音が悪いんですかって言われたら、いやそこはちょっと違うんだよね。安いベースを弾いたら音が悪いわけじゃないんです。なぜならじゃあ格付けの テレビあるじゃん。格付けのテレビで僕たまに聞くけどマジ分かんないことありますよ。ガクトさんは分かんなかったらミュージシャンやめなさいって言ったようなあったじゃん。俺ははっきり言ってどっちだろうってマジで悩む。だからあれそういうもんだと思います。もちろんねたくさん聞いてる人は分かるの。バイオリンを例えば弦楽をすごく聞いてる人は違いが分かる。僕でも弦楽なんか聞かないんでクラシック系の楽器は全然分かんないです。よしよしが。ベースは分かります。たまに僕 YouTuber の人がやってるあのチェックとかでやると大抵分かります。それはまあ分かるでしょう。エレクトリックに関しては音がいい悪いっていう、うん、安物の楽器と高物の楽器っていうのかな、それはもちろん分かります。じゃあ音が良い悪いっていうのは、まあ、主観的なことがすごい含まれているので、あの安物のベースの音がいい場合もあるんですよ。いわゆるチープな楽器をコレクトしてる人もいて、昔のいわゆる学生モデルみたいなものも当然あるんですね。フェンダーが作ったスチューデントモデルっていうのがあって、そのスチューデントモデルっていうのは、まあ、当時でいう安物です。でも今はそれがまた逆にいいって言われてるんですよね。なのであのこれ主観的なもので、当時は安いから良くないって言ったものが今は味があるっていうふうに取られる場合があるのでわからないんですけど、まあ、ここはちょっと説明してます。で僕の中での良い音って主観があるんですけど、僕はフレットノイズがしないんです。これポイント嫌なです。これいいフレットノイズもあるんですね。これで高い楽器だとフレットノイズが味になるんですけど、安物の楽器は嫌なフレットノイズがするんですよ。でこの感じは多分ちょっと弾いて中級者になってくると分かると思います。これがポイントです。僕はだからベース買うときこれですね。フレットノイズが、まあ、心地いいかどうか、そして嫌な共鳴とかビビりがしない。で当然ベースなんでビビってる音もしてます。で共鳴をいろんな場所にしてます。でも安い楽器って鳴ってほしくないところが共鳴するんですよ。要は金属パーツのなんかとこがジジジジって言ってたりとか、あの共鳴もいい風に響くんならいいんですけど、それがなんか悪い出てほしくない音が響いたりするんですね。なのでやっぱり安物はそういうところが傾向として多いです。でもこれを逆手にとってその安っぽさがかっこいいっていう思ってる人なんて、僕もあるよ。それもちろん安物のベース持ってるんで、ヴィンテージの。それはそれのチープさが味っていうことになるので、まあ、これを悪いということはちょっと言いにくいんですけど、僕は好きじゃないです。でやっぱりらしい音がするっていうことです。でやっぱりらしいって何かというと、フェンダーらしいとか、あのアクティブベースが乗ったハイエンドベースらしい音がするって感じですね。でやっぱりね、このフォデラとか、僕ベナベンって持ってますけど、ケンスミスとか、いわゆるハイエンド系のベースって、アレンビックもそうか、あのそういう音するんですよ。ハイエンド系ベースの音って、でフェンダーはフェンダーの音がします。でこのらしい音をすることが大事で、じゃあ僕の百何十万するベナベンテがフェンダーのプレベの音したら困るんですよ、うん、そんな音するために作ったんじゃないので、やっぱりそのハイエンドベースの音がします。だからプレベ弾きたいときはプレベを弾きます。それはプレベらしい音がするので、ということで、まあ、良い音ということではないんですね。自分が求めている音がもしその2万円のベースでしたり5万円のベースでするんならいいじゃないですか。先生それはその方がいいと思います。自分の求めた音が5万円でしてるんなら何も買い替える必要はないと思います。じゃあね、うん、そうなんですよ。結局じゃあ2万円とか5万円の音でも本当にバシッと自分に合ったんならいいじゃん、全然使えば。じゃあでもなぜプロは往々にして良いものを使うのか、まあ、いわゆる高いものを使ってるよね、どうしても。え、なんで使うのじゃって。10万円でいい音したらいいじゃん。なぜか。1、リスクを回避するためなんですよ。これ他の商売でも言えます。
なぜいい道具を使うかっていうことなんですね。いい道具、いい設備を使いたいかというリスクをとにかく回避します。なんか失敗した時に、まあ、安物使ってるからだろうと言われたくないんですよ、うん、何かこれは別に楽器以外のことでもだよ。安い道具を買っちゃう。本当は1万円で買った方が良かった道具を500円で買ってきて、で何かトラブって壊れた折れたなった時に、もう安物使ってるからだろうっていうのを言われたくないじゃないですか、プロとして。なので高いものを使わざるを得なくなるんですね。そして対価をいただくための最低限のマナーだと思ってます。この意味わかります？人からお金いただくということなんですよ、プロって。だって2万円でいいよとしたら本当にいいんだけど、対価をいただくためのマナーって何かというと、いや例えばよ、あなたが美容院に行って、まあ僕ら男だとさ、そんなこと言うと細かいこと言わないかもしれないけど、女性が美容院に行って1万円いろいろかかったと、その美容師さん100円ショップのハサミで切ってるって公言してて有名な話だったら嫌じゃない？それえって、100円ショップの買って切られてるんですかと。それってなんかやっぱり価値が薄くなるよね。同じ結果が出てもそのハサミがもうプロの方に研いでもらってる、もう僕が30年使い込んだハサミですって言われたら、そこになんか魂宿ると思いません？これと同じことです。例えばね、プロに発注しました、あなたが撮影をプロモーションビデオで、よしこれ30万かけて撮るぞって言ったら、プロの人が来ました、 iPhone だけ持ってきて撮られたら払います？それに対価を。いや結果が一緒だってもんですよ。これポイントは、結果が悪いんだったら、今僕 iPhone で撮ってるよこれ。でもね、もし結果が同じでもさ、それをまざまざと見せつけられて払いますか、お金を。違うよね。やっぱりそれなりの一眼のすごいカメラ持ってきたり、まあいろんな機材を持ってきてくれてやってるから、もうもちろんいい作品ができるんですよ、絶対それで。ただ同じ結果だとしても、やっぱりそれはお客様に対価をいただくためのマナーとしてあまりいいと僕は思わないんです。だからやっぱりここ一番の現場に2万円のベースを持っていくのか、200万のベースを持っていくのかでは、やっぱり受け手の受ける印象は違うと思うし、レコーディングエンジニアだったり周りの取り囲む人もちょっと気をつけようとか、丁重に扱おうと思いますよね、その人。絶対そうです。丁寧に扱ってくれるかどうかの、まあ、一つのメッセージであったりとか、変なリスクを回避するということです。本当にこの正当なギャラを請求するためのパフォーマンスの場合だってあり得るんですね。本当にそうです。やっぱりね、トッププロの方が例えばボロボロの軽自動車に乗って現場入りするのと、高級の会社に乗って現場入りした場合に、周りのスタッフはその人の丁重に扱う度合いって変わると思いません？まあ、それと同じだと思います。プロもそういうパフォーマンスをいろんなところですることで、自分の対価というものをちゃんと正当に評価してもらおうとする意味もあるんですね。まあもちろんこれ気分を上げるためもありますよ、もちろん。そうじゃないですか、ここ一番の勝負の時に、まあ彼女とデートしに行く時に全身100円ショップで買った靴下とパンツとで行かないよね。ちょっとさすがになんか気分上がらないじゃん、全部100円ショップで買ったもので着ていくのは。やっぱりそこに一長羅を自分で着ていくとか、ちょっとやっぱり今日おろしたての綺麗な T シャツを、もうユニクロでも別にいいんだけど、なんでもやっぱりその気分を上げるっていうことはやっぱすごい大事なんですね。やっぱりその100万円のベースを引くとか20万のベース引くことと、2万円で同じ音がもししたとしても、気分の上げ方っていうのはやっぱりそのプロの人って大事なんですよ、これ、うん、プロになるとそういうちっちゃい精神的な積み重ねでいい音が出たりとか、やっぱりその神頼みじゃないけど、そういうところにしっかりお金をかけることで、なんか神頼みしてる部分ももちろんあると思います。もちろん音だけではないと思います。まあでもね、最後は腕なんですよ。最後は腕です、もちろん。その高い楽器を鳴らせる腕がもう当然そういう方は持っていらっしゃる、トッププロの方たちは。だからやっぱりいいものをもう使って、最後は腕で、やっぱりその細かい積み重ねで最後はまあアマチュアの方が追いつけない音が出るんですよね。でこれはね、音というものに関しては一つの要因ではないんですよ。もう1ミリみたいなものの積み重ねでいい音が出たり、ノイズだってそうです。
一個の問題じゃないんですよ。もうすっごいちっちゃいことを積み重ねて、まあその音がいいという状態になるんですね。でプロはね、そういうこの1ミリみたいな、もうこれぐらいのことを積み重ねて結果にするんです。なのでそれは最終的にはやっぱりお金もかかってくるし、まあ高いものの方がいい場合が多い、当たり前なんですけど、なぜ高くなるかを考えてほしいです。高くなる理由っていうのは競争があって、欲しい人が増えるから欲しくなるんですよね、高くなる。なのでね、いくら高くコストかけても売れなかったら安くなるわけですよ、物っていうのは。なのでそこをしっかり考えてほしいと思います。高いものには意味があります。それは競争があって需要が多いから、で生産数が少ないと価格が上がるんですよね。でやっぱりいいものが当然高くなるのは当たり前なんです。で2万円で作ってるものも、もちろんめちゃくちゃそれの競争が激しくて奪い合いになれば、もちろんオークションサイトで転売屋さんが値段上げるわけじゃないですか。そうやって値段が本当は2万円で買えるベースが転売屋の手によって5万円で売られたりする。でそれを買っちゃう人いるわけですよ。売れてるから5万円でも欲しいっていう人が出ちゃうわけ。これがまあ世の中の仕組みだと思います。今日はものすごく小難しいことを喋ったんですけど、僕はねプロになるためにもね、いい楽器は持ってみるべきだと思います。それは一つの自分に対してのプロとしてになるという心意気だったりとか覚悟みたいなものだと思うんで、やっぱりねしっかりいいものを買ってください。僕言ってるいいものはヴィンテージを買えって言うことじゃないよ。ヴィンテージがいいと思う人はヴィンテージを買ってください。でもそれはそうだけじゃないので、しかもそのハイエンドベースの百何十万するものを勧めてる意味でもないです。なのでしっかり自分の目と耳と感覚でしっかり弾いていいものを買って気分上げてやってもらえばいいかなと思います。ということで今日の Vlog はこの辺にしましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねをぜひお願いします。おやすみなさい。